はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の作図丸5をお送りします。で、作図も5本ね取ってきましたが、ここで終了です。次回から空間付けが始まるんですが、最後はですね、作図、右は作図なんですけど、一番はちょっと計算問題となっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の主役は正五角形です。で、まず結局正五角形を描きたいんですけど、その前に対角線の長さを求めていきます。で、図がちょっとないので、フリーハンドでちょっと失礼します。よいしょ。まあ許してください。で、まあ正五角形があるとします。で、対角線、まあ、どこでもいいんですけど、全部同じ長さなんでね、まあ、ここでもここでもここでも、まあ、どこでもいいんですが、ちょっと今回ここ使います。こういう感じで、あの赤のところの長さを求めたいので、一応 X って置いておきます。 X ね。で、これをやっていくにあたって比を使うんですけど、どうやるか。で、あれか、長さ1なんで外全部1ですね。まあ、1、1、1、1となってると。で、今回ここにちょっと補助線を引いていきます。こことここ、これですね。で、これも対角線なので全部 X です、長さとしては。で、ポイントなのは、この三角形、ここね、こっち左側とこの右の三角形が相似になってるんです。相似で、そこをちょっと説明していきます。一応なんでなるかっていうので、これちょっとめんどくさいんですけど、まず正五角形なんで、外の、まあ外じゃない、内角ね、内角全部同じです。で、五角形は全部で540度、それを5個の角で配るので、540÷5 なので、1つの内角は108度なんです、今。これ内角ね。で、ちょっとここを出しに行きます、ここで。ここの角度っていうのは、今もし中心があったとします。で、正ホニャララ角形っていうのは絶対円に内接するのね。円に内接する、綺麗に入るからパコってはまるんでね。で、その時ちょっと円描かないですけど、円があると思ってください。で、ここ今円周角の定理使いたいんだけど、中心角のこの部分っていうのは、ちょっとあれだね、拡大しようか。今こういう感じにここなってるんですけど、これ外側に全部中心に持ってったら、当然中心角も綺麗に5個で割ってるんだよね。これ見づらいね、この図ね。丸じゃダメだ。ここのここと、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 ここ。こう全部配った時ね。5箇所で割ってると。で、全部で360度なんで、360÷5 をすると、1個72度になります。この中心角、ここね。で、これが72度ってことは、その円周角になってるここは、36度になります。36度。で、ここね。こうなんで、この三角形、まあ、あっちこっちで本当申し訳ないんだけど、この三角形、ここってこれが X で、これも X でさっき話をしたんで、二等辺三角形なんですよ。で、二等辺三角形なので、この部分、ここですね、ここっていうのは180から36取ります。そうすると144なんですけど、144を2箇所で割るから、ここも72度なんだよね。ここもって言い方欲しいね。72度で、結局何でこんなことやってるかっていうと、ちょっと蓋しとこうかな。ここの角度、ここ。ここっていうのは内角1個108度です。で、今72度だったんで、ここ36度になります。引き算をすると。で、すっげー遠回しでやってきましたけど、ってことは、これ、この赤の直線とこの黒の直線、平行になってます。なぜなら錯覚同じだから。36、36でね。ってことはいけ。当然この逆の、ここと、ここの角度も同じになります。錯覚なんで。まあ、36になるんですけどね、結局ね。36になると。ってことは相似なのね。その左と右が。相似になってる。まあ、2つの角度同じになってるし、まあ、こう対頂角も同じなんでね、結局なるんですけど、相似になると。で、もう一個大事なのが、ここ72度じゃないですか。で、72度で、どっち行こうかな。まあ、いいか、ここで、ここの角度ね。ここの角度。で、そこも72度になります。で、なぜなら、
36だから外角の定義で72になるんですよ、足したら。ってことはここも二等辺三角形なので、これはすごい大事なんだけど、ここが二等辺三角形なんで、この青のところの長さ、これ1なんです。これ二等辺だからね、1になる。で、遠回しでめっちゃやってきましたけど、これで比が使えるんです。で、どう使うかっていうと、結局相似なので対応するのが x と1、あ、これこっちだ、1を使います。で、ここが1とここを使いたいんですけど、ここで、ここっていうのはもともと x なんです。これ対角線だからもうごちゃごちゃして見えるね、見にくくなってるけど x だったので、 x から青の1を引いてるんで、これ x-1 なんです、この丸のところは。で、あとは比を使います。いきますよ、これ青に下がったね、こっちね、 x 対1イコールで、こっちだからね、1対 x-1 になります。辺が対応するとこでぶつけてください。で、外外中中で掛け算すると、外で x2-x でイコール1なんですけど、ちょっとこっちに持っていきたいので移行してきて、-1=0 となります。で、あとこれ解くだけで、これは因数分解できないので解の公式を使ってください。そうすると x=2a分のってやつだね、-b±b^-4ac なんで、ルート5となります。ただ今 x は辺の長さなので、1-√5は負になっちゃいます。ルート5の方が1より大きいんでね、だからマイナス、これ下いけるかな、あ、いいか、ちょっと待って、こっち行こう。 x は正なので、求めたかった対角線の長さっていうのは2分の1+√5となります。これで終了。で、これ2番のためにちょっとね、これ答えで全然いいんですけど、これ2分の1+2分のルート5と同じですよね。ちょっと頭の片隅に置いといてください。2分の1+2分のルート5です。いいかな？それが対角線。どこも同じね、全部。という感じになります。で、それを使って、この知識が必要なんですけど、この部分を使って正五角形作図します。で、正五角形の作図は、ちょいちょい出てくる。そう、出てくる。だから書き方覚えてくれてもいいです。そんなに難しくはないので。いいんですけど、なんでその書き方で、その正五角形が書けるのかっていうのを覚えてる方が、テスト本番とかで忘れにくいかなと思いますので、もしよかったら聞いてみてください。で、まず、AB。ごめんね、AB 書かなかったね。これでもちょっと許して、ごめん。書き忘れてた。AB だね。で、この線分 AB の中点が欲しいんです。まず最初に中点。だから中点分かるために垂直二等分線書きます。ごめんね。こことここに針を刺して、ちっちゃめ書こうかな。こういうね、シュッシュってやつです。この辺を書いておいて、こう中点を見つけておいてください。が中点です。で、こっからですね、今、この一辺1とは言ってないんですけど、AB を1だと思って聞いてください。ちょっとこっちに合わせたいんで、1番に。1でしょ。そしたら、AB、この長さと同じ長さをちょっと取りたいんです。だから、コンパスでこの長さをうまく測り取ってください、まず。で、この中心の部分に刺して、上身にシュッてします。上に。で、ちょっと待ってね、これまっすぐ。どうしようかな、いっか、結構曲がったかな、ちょっと曲がったね、左に曲がってんのか、失礼、ちょっとこれかぶるよ、あんまり変わってなかったかも、まあちょっと許して、あんま変わってなかったね。やって AB を測り取るために、ここに刺して、ちょっと待って、同じようにしたいね、この辺か、これシュッて跡をつけてください。これで今、この部分の長さが AB と一致します。ただ1だと思ってください、今。1を取りました。で、次にやることがですね、A からここに向かって定規を引きます。で、伸ばしてください、このまま。こうなる。で、この時にですね、あることが起きます。で、何が起きるかっていうと、これ1だと思ってね。ごめんね。AB1 だとしたときに、1。ってことは、ここ今2分の1なんだよね。半分だから。で、ここ1じゃないですか。
じゃあこの長さいくつかって計算すると三平方の定理使えるからね。三平方の定理で計算するとここ x2 乗置いて、あっちょどこ行けるかな、こっち行こうか。 x2 乗イコール1の2乗プラス2分の1の2乗ってこうなる。で4分の5なんでプラスマイナス2分のルート5で、長さでマイナスはダメだから消して2分のルート5になるんです。ここ出てくるね、2分のルート5っていうのが。だから AB を1と置いて考えてやっていくと、この斜めの部分2分のルート5なんです。ここが作れると。で結局対角線、今ねこの部分を狙って書きたいんだけど、まず2分の1プラス2分のルート5って長さが欲しい。コンパスで測れるようになりたいから、その部分を。だから2分のルート5がせっかくできたんで、あと2分の1伸ばせばいい。ここで2分の1ねえかなと思ったらあるんだよね、ここにね。だからコンパスでこの長さを測り取って、よいしょ、赤と青がパニクるね。ここに刺してこの長さ主だから、まあ、この辺かなを取っておきます。そうするとちょっと斜めになっちゃって申し訳ないけど、 A からこの部分っていうのは2分のルート5足す2分の1、つまり対角線の長さができるんです。だからあとはコンパス、ちょっとこれもっと長かったね、こう伸ばしておいて、また左に曲がったかな伸ばしておいて、結局ここね、今これ書きたいの。でもこの斜めはこの辺突っ切っちゃってるんで違うとこだから、 A からここまでをコンパスで測り取ってここに印つけます。こっちこのまんまシュッっていう感じで、ここにシュッって。そうするとこっからここまでの対角線2分のルート5を足す2分の1が出来上がったので、この頂点が今ここなんです。1個見つかったの。でも1個見つかっちゃえばもう崩せるからと。でなんで崩せるかっていうと、外の長さ全部1、まあ1じゃないけどね本当はね、 AB と同じなので、あとは AB を測り取ります。測ったらこっから待ってね、この辺、この辺かな、シャって引く。でこっから B からシャって引いてこうなる。で同じようにこっからシャって引いてこう、こっから引いてこうってやれば全部外の長さ同じってもう分かるので、あとはこう引いてこう引いてこう引いてこうってやれば正五角形が出来上がりという感じになります。いいかな、まあ、これ完全にフリーハンドで失敗してるんですけど、そう、まあ、書き方としてはこうなりますので、ぜひね確認してみてください。だから工程としてはそんなに多くないんですよ。中点書きました、1取りました、斜め引きました、2分の1伸ばしました、そのまんまここの部分、一番トップのねてっぺんところを見つけました、あとは1引きましたっていうで終了なんですけど、どうしてもこの辺がねパニクるんですよね、ちゃんと覚えてないと。でそのためにはここに2分のルート5作りたかったなって、そのために三平方を使って1軸と2分の1が欲しかったんだよなって、で計算するとなるからさ、ちゃんと。で2分のルート5ができたんだったら、あと2分の1伸ばしたいからコンパスで伸ばしたなって、お、そしたら対角線の長さ取れるじゃん、取ったらここでチェックすればてっぺん見つかるよなっていう感じで、ぜひやってみてください。では今回は高校数学数 A の作図丸5をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回から空間図形です。またねそちらの方も撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。